レッドブル RB3 は、レッドブルレーシングが2007年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは2006年度よりチームに加入したエイドリアン・ニューウェイ。2007年アメリカ GP にて、ガレージ内に停車する RB3。タイヤが外された状態になっている。2006年にマクラーレンより移籍したエイドリアン・ニューウェイによってデザインされた RB3 は、 RB2 と外観を大きくことにしており、随所にマクラーレン MP4 から20を彷彿とさせるものであった。しかし、信頼性の低かった MP4 から20と同様、RB3 もシェイクダウン時から信頼性に悩まされ、続け、特にギアボックスの信頼性問題は深刻だった。シーズンが開幕した後も信頼性の問題は一向に回復せず、予選では トップ10の常連となるなど、速さを見せるものの、前半の9戦の完走率は50%と、深刻な状態であった。ところが、第10戦ヨーロッパ GP で、マーク・ウェバーが3位表彰台、チームメイトのデビット・クルサードも5位入賞を果たすと、信頼性の問題も、一定の改善が見られるようになった。日本 GP ではウェーバーが2位走行中に、 後続者に追突されリタイアするなどの不運などもあり、結局24ポイント獲得、コンストラクターズチャンピオンシップ5位に止まるも、来期に期待を持たせた。ありがとうございます。